ステージ1-24アニマルランド。どんなアニマルが待ってるのかな。ピカチュウ。それは黄色いね。エクプリー無理や。はい、よくできました。ヘビか。言うやん。ヘビ。やっぱりヘビやった。あ、クマさんが早速ヘビ。やったと思って今。はや、はや、はや、はや。なにこれ。アニマルってヘビしかいねえじゃんこれ。やりすぎた。スリーの時にいた止まるヘビはまだいないな。やべ。なにこれ。上から行った方が絶対。あ、これ二人乗ったらあかんやつ。ゼロ。よし、俺は下に行こう。下はタカちゃんのとこだな。休憩して。それ。何これ。全部一番上張り付いた絵で。よし、誰かこっち来るんだ下。ああ、オッケー、オッケー。そうめかよ。ただでさえ得点 MVP 取りまくってるやつに得点を上げることになるな。あれ違かった。ヘビが来た。なんかなんだこれ。あれ切れそう。いける。あ、戻って切れそう。おーおー、いける。爆弾置いた方がいいかな。あーかもしれへんな。怖えなこの野郎。ひーはあ。じゃあ交代な。おったってな。ええ、俺酸素取ってくるから。いけた。出てった。あ、こっち普通に行けるわ。シュワハヨ、シュワハヨ。ちょっと、あそこだけ上げて。右下だけ上げていって、おい。おい。なんか変わろうか。いい。だった。あ、これ直してあげる必要なかったじゃん。ん？別ルートで行けて帰れてるじゃん、彼。うん、帰れたで。わざわざ開けに戻ったけど。よ、よし。開けたまえよ。はい。よっしゃい。そうか、別ルート、そういうのもあるのか。おい、怖っ。ゴールどこ？なんだこれ。これはあかん、行ったら下から行こう。あかん、下から行ったら、やっぱ上から行かんと。じゃあこうか。どう？おお。0点なんですけど。あれ壊れねえぞこれ。これもあんまりない。あそこなんかアイテム取れてないで。シュヤシュヤ。そこ帰りたくない。もうゴール行こうぜ。もう帰りたくない。お仕事あんだけどな、ここは。まあ幸い色は良くないやつだったよね、うん、怖いなこれ。行きたくないぞこ、ほんと。おい、ちょっとおい、ちょっとおい。これ爆弾は。うわ、はい、行こう。ヘビはきついよ。嫌なアニマルだな。まあ、もっと嫌なアニマルいるからね。やべ、ピコンピコン。いや、どっちかっていうとヘビが。でもゴールどこ、ゴールどこ。ケロちゃん2匹同時は左。さあ、持って、俺の酸素。よし。よし。早く消えた。確かに酸素増えてるね。緑が増えてるんじゃないこれ。そうそうそう。怖っ。あ、びっくりした。俺今自分がどこにいるのか分かんなかった。何、うん、この野郎。すんまり来た。うーん、そう、ここまでして俺押すスイッチ押すかかりかよ。はい、マジかよ。爆弾置くぞ。 OK。 あ、これ助けるための道じゃねえか。何これ、なんで上からうんこが降ってきてんの。交代して。ああ。壊せねえし。壊れねえし。よし、もういいよ。え、何今の。あ、なんか踏んだらコウモリ飛んでいくね。ああ。よし、じゃあ一番手いきます。上から。うわ。お、ふんが。すごい落ちてっけ。ほっ。よし。はい。スイッチあったけど何か変わった？あ、安全地帯がやっぱり。足ができた。こっちゴールやんか。いい？行っていい？俺。あ、ゴールじゃん。危ない危ない危ない。もう安全地帯いい？いいよ。行くよ。あ、こっちにゴールだけか。下の方はなし。上から回ろう。特に何もなかったね。オッケー。先頭。よし。俺の前に誰か一人いる。犬が乗ってる、タカちゃんだ。わかりやすい、一人だけ。先頭だ。でも一瞬待たないと死ぬからな。死んでもいいから突っ走った方がいいのかな、テロキだったら。俺突っ込んで死んだけど、多分
10回に1回ぐらいで。よし行くぜ。ほら、どうやら遠すぎて効果ないみたいだな。くそ、これサンマの、サンマの探偵かよ。サンマの名探偵かよ。上だろうな多分正解ルート。スイッチがあるな。押して押して、多分防いでくれるやつだろこんな。ほら、あ、うん、やめて。くそ、譲るか。はい、ありがとう。下だけやん。もう上ない。クマさん行くね。下にアイテムあるんじゃない。おっ、おっ、おっ、行ったね。あ、主役お仕事。あ、もう意味ないんか。俺、じゃあ俺右上に行った方がいいんだな。おう、よっ、おっ、クマさん頑張った。右上の途中を右。お、途中をさらに右。いや、まあ、あれね、オッケーオッケー、行ってこよう。でも、これ、怖いな。いい、こっち。あ、こっち何もないの。これあかんで。よ、効かねえ。行く必要ない。酸素ない、その辺。あった、あった、あった。酸素がないんだよ、これ。ほら、安全のどこか、どこか。あった、あった、酸素。あ、あった、あった。ちょっと待って。そのまま、そのまま。おいしい方じゃねえか、これ。はい、ありがとう。ぶら下がっててよ。あ、違うか。いいんだよ。そっちから行こうかと思ったけど。怖い、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 怖い。はぁ。モンスター、なかった。うん、そう。そう。酸素、下だな。上は？こっち行ったの。落ちせ。あ、下にある。お、ここでフラッシュ効く。オッケー。消してくれた。誰か近道くれよ。早く。ルートかよ。早く。効くとこと効かんとこある。行ってもしょうがない。全然近道じゃないじゃん、これ。ふざけんなよ。それはあれだ、うん、アイテム後の帰り道だからね。あ、おお、飛びすぎた。こっちじゃないんだ。こっち何もなかった。やりすぎた。上に打てねえ、ここ。お、お、お、危ねえ、これ。危ねえ。俺のヘルメット飾りだからな。戻ろう。ナイス反応。やってもうた。行くしかない、行くしかない。いいな、無敵持ちは。よし。任せた。お、これあるじゃん。やっとくれ。これ安全ルートじゃねえか。誰も押してくれなかったんだ。誰もここまで来てないから。あ、まだ来てなかったのか。あ、ゴールだ。あ、もうゴールじゃん。生き延びるだけで精一杯だった、俺ここ。でも思いのほか溜まってるぜ、石板。ほんまや。7個、なかなか。実は俺これ死ななかったんだよな、これ。リボビタン Z は飲んどくべきだな。めちゃくちゃ余ってるわ。経験値、しょぼいっしょ。うん。でも余ってるわ、9個もあるし。9時間もしねえよ、このゲーム。そうだな。今から使うの？今さらだね。あ、次で終わりだね。あ、なんかごっつい輝いてる。違うか。青はダメな輝きなんだね。青はダメなやつ。緑の輝き。あ、久しぶりの緑の輝き。レア以上。お、激レア。お、いいな。それ一つでさ、全部の効果あるんじゃね。7つの道具、ま、全部パラメータ1アップとか。まさか。よし、レア完成。緑来ねえ。ダメだ、青い。金か。金もしょぼいな。緑か赤かな、いいの。お、緑った。よし、俺も7つ道具。遠いな、9個は。お、緑った。青い。ボンベか。ヘルメットが強くなるぞ、これで。よし、じゃあ行くぜ。1-25。ダメだ、 MVP 取れてねえ。うむ、いけてる気分だったのに。ヘイ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 。よし、これで助けれる。助けよう。さあ、目で来た。亡者の主。主ってなんだ。お化けのでっかいやつ。何回か会ってるけどさ、このステージクリアしたらあのワールドマップに戻るから、俺ちょっと待ってるから戻ってくれよ。あ、ほんまやな。え、広くね。広い。え、なになに、ブネ、ボス戦。ちょ、いずれ。え、拡大しよう。倒せんな、これは。うん、降ってきた。超見ずれんだけど、小さくて。上は無茶だろ。上無理やな。
あ、いけるいけるいける。てか俺がなんか目的もなく進んでるけど、なんだろうこれ。目的はあるよ。ちょっと倒せるわ。倒せるけどもうそろそろゲージがやばい。降ってくるな。どこまで降れるあれ。あ、距離は短いな。酸素ゲッチュ、酸素ゲッチュ。あ、ゴールがあるじゃん。もうゴールで終わり。いや、いけない。やっぱ倒さなきゃダメ。なんで。あ、本当だ。あ、本当だ。やっぱ倒さなきゃダメなのかな。あ、分かった。そこまで行けってこと。ちょっと画面さ、話すのやめてくんねえかなこれ。ほんま分からん。全然見えねえんだけど。振らしてその隙に奥に突っ込んで倒して、とりあえず内側1匹倒してくるわ。さようなら。石板が鉄見た。よっしゃ、よっしゃだろ。だろ。全部だろ。全方向だろ。マジかよ。無茶するなと思って。どこ向いてても一周はしてたからさ。クソ、それは見たかった。酸素酸素。そろそろ本体に攻撃与えられそうだな。よし、じゃあ行け。当たった。当たった。いける。酸素取ってこう。あ、おかわり来た。俺も酸素取っとこう。赤いの強いやつじゃねえか。硬いやつやね。無駄死にした。おも手伝うわ。あかん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 。みんなで攻撃だ。おお、よし。酸素見ずれ。ボス戦は新しいな。逃げろ。あー、酸素。ほら、よし。ピュビーンって音がしてる。逃げる逃げる。よし、結構与えたぜ。てか与えたら得点くれよ。頑張ってんだからさ。アイテムで取るで。アイテム、あれは元から。そう、あいつ多分それが鍵だと思う。あ、もう一個先まで行かなきゃダメこれ。うん、とりあえずこいつら倒すか。赤いの倒すか。効かない。あ、来た来た。任した。無理。頑張りすぎだって。エルフ絶対来るの誰か。俺が赤いの引きつけてる間に。オッケー、行くか。倒しに行くか。この回転の後で突っ込もう。ミスった。一緒に移動したせいで自分のキャラがどっちか分からなくなった。引きすぎて消えた。死ねる。5000点が。よっしゃー、ファイヤー。やべ、無茶するな。もう無理って思った。香川くん内側にか。なかなかやるな。ありがとう。よし、終わった。まだか。もういい。みんな俺に来てんじゃねえかこの野郎。あ、まだだ。さあ辛い。回復。さあそろそろフィニッシュのタイミングだ。やべ、生き返らしてくんねえからだ。ジャンプで行け。そっち。そんなスタイリッシュの行き方なかった。めっちゃ来た。あと間に合うか。俺クマさんの方行ってくる。こっちからでも結構行けるぞ。ピコンピコンって怖いな。あと、もう狭くなったな。ボス戦は長距離の。向きの方がいいな。お、終わったか。終わった。こいつも倒した。終わった。開いた。アイテムもらった。開いた。これパク。まあいいや、譲る。死ぬ死ぬ死ぬ。誰か取った。死ぬ死ぬ死ぬ。早く早く早く。俺が取ってるなこれ。そう、譲ったのに俺。誰か取ったぞって思って。何が出たかすら見えなかったんだけど。レアな方の石板だね。よし。お、銀トロ来た。銀トロ銀トロ。別に誰も助けてもらった覚えがない。あれ、なんか思う。うわ、一人だけすごい。 なんでそんな得点投げんの。わからん。人目刺したから最後取ったのか。ああ、あれか。ボスの本体にあったアイテムか。ダメージに合わせてさ、欲しいよね得点。俺結構当てたんだけ。だって命かけて言ってたじゃん。そんなもん0点だよ。でも0点だよ。そうなんで、結果が全て。切る。だからあれだよね、ボダブラ嬉しいんだよね。援護得点もらえるから。ああ。ボダブレ。お、ファンが入る。ボダブレイク。
オーダーブレイクか。援護でも得点もらえるんだよ。まあじゃないとね、当て損やもんね。さあみんな帰るんだよ。みんな帰るぞ。すげえ、3万点もある。3万点もある。あ、ストーリーを見る強制だよ。ストーリー見る強制やった。ストーリーがあるんだ。あれ、ホスト変わった？それも変わるのかよ。いや、いけた。大丈夫、大丈夫やった。来た。恐ろしい幽霊の大群を退けると、そこには少女が横たわっていた。幸いにも無事なようだ。君を見つけて近づいてくる。君、助けてくれてありがとう。隠された財宝を探していたら突然あの幽霊たちに捕まってしまったの。ここで何をしているの？洞窟探検。スペランコ。二人の方が良さそうね。さあ行こう。彼女は強引に君の手を掴んで進んでいく。腕だった。仲間になったスペランコ。ひどいな。ちょっとスペランコ。スペランカーは名前じゃないんだよ。仲間に加わったぞ。チャレンジから受け取ろう。あ、やっぱりあれがあるじゃん。敵がいるじゃん。ワンマン広がったね。お、ワンマンの範囲が広がったの。とりあえずスペランコを解放しよう。どっから？チャレンジ。ゲーム進行。スペランコ。これで女用装備が使えるようになる。このクソメットだけ完成させて女の子に変える。変えるよ、もちろんさ。男と違って顔がちゃんとあるのはいいな。なんだその扱いのさ。もう一人いるよね、明らかに。さっきの敵のやつ。ああ、ブラックスペランガが使えるようになるのかな。明らかにもう一キャラいるもんね。なんだこの扱いのさ。男と女。うん。あ、でもスペランコつらい。装備使えへん。そりゃ女用装備だからね。しか使えへん。あれ、もう一個石板あるのに、どこだよ。何が完成してるんだい。トロと一緒って、レベル8まであるんだ。あ、これだ。うわ、なかなかスペランコ使うの難しいな。あ、一番下におるで、ブラックが。あ、いるの、3人目。あ、3人目。いいんだけど、いいんだけど。よし、チャレンジ、チャレンジ。俺もいろいろ、4個ももらえる。来た。スペランコどこだ。2の25に到達する。スペランコもらって、アイテム。メットがない。そうそうそう。お、これでプレイログ。ポータブルファン、スペランコできた。爆弾エア。よしよし、とりあえず今日の目標であるスペランコ解放達成。達成完璧だよ。俺スペランコの方がなんか装備強いんだけど。マジで。迷彩棒レベル3、女性用迷彩服レベル2、女性用迷彩リュックレベル3。あ、全部あるじゃねえか。あ、すげえな。やるね。こればっか出んだもん、なんか。使えないうちにそればっか出られるのは、それはそれで嫌だけど。ガス耐性、爆発範囲アップ、爆弾所持数アップ。爆発ばっかり。防御系が低いよね。完全に戦闘用だよ。ああ。殺し合いするか、みたいな。あ、なんか大成功って出たぜ、経験値、合成した時。一気に経験値すごいもらえた。うん、ソシャゲでしたね。そういうのもある。大成功、そういうのもあるのか。イベントは何もなしか。うん、イベントは今なしだな。雨あるかな。なんだよ、ムーンストーン手に入れたでしょ、ちょっとぐらい。俺2500もあるよ、今。もう全部使ってるからさ。死んだ時用に残してるんだけど、意外に死なないんだよね。2の25が終わったらもうそれ以上しないかもしれないから、ちょっとぐらい使うか。L1 押して全部使ってるから。おしゃれな迷彩とかある。ああ、そういうことか。穴が増えてるな。でもキャンディーが余ってないし、やっぱこれだったらさすがに白が手に入る。ペットたちの横穴で使うな。あ、増えとるわ。なにこれ、キャンディーを買ってから行くの、それともゼロなのにあげようとしたら買えるの。ゼロで買える。じゃあ行くか。1回目3個使おう俺。行ってこい、ポチを。
シロー、シロー連れてくるんだ。はい、ここ掘れワンワン外れです。まあですよね。せめてブラックウェアとかプラズマファンとか欲しいな。3回これ実質あれだもん、俺も今600円使ったんだよな。早くも外れ。3回目、これレアメタル稼ぎに行かなダメか。これタカちゃん一発目だったんだろ。シロ一発よ。ほ、それはないわ。すげえわ。きた、なんだレアだけど、あれだ。鉱石のレアだ。あんまりいらないやつだ。はい、当然ダメでした。